アジアゾウって書け。ママ新宿もこんな感じやけどどうも、全国の固定観念という檻にとらわれている皆さん、こんにちは、宮野です。今日ですね、障害者手帳で何ができるのか第2弾。おいよよ、はい、まあね、見てもらったらわかるかな、もうどこがやねん。何やねん、あれ政宗盾。あ、海外進出を果たしました。今この瞬間にほんまに合ってる伊達政宗。合ってるか、ちょっと近づいてみようよ。入ってええのこれ。入ってええやろ絶対入ってええやろ、こんなうわ、すごいね。これは何なんでしょう。ちょっとなんか説明書きみたいなのどっかに書いてるやろうから。あれちゃうか、ちゃうな。あれ、鳩の注意喚起や。まあええか。うん、誰か知らん人に時間使ってる時間ないからな。そんなん言わないでね、多分すごい人やから。というわけで、はい、今日はですね、うん、障害者手帳企画、はい、第2弾、上野動物園やね。よっ、うわ、見て。もう奥行ってからやれや正面行ってからやれや。お前が見てって言うからやろ。まあね、俺は上野動物園、無料で入れるんで。え、僕無料です。え、半額とかじゃないの。ちょっと聞いてみよう。多分無料やと思う。書いてないな。あ、書いてる、書いてるわ。え、ちょっと待って、俺も無料やん。これね、そう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 、付き添いの方も無料という。うん、でもね、これちょっとね、厳しいの、キワいの審査が。審査がちょっと聞いてみよう。うん、お進みください。ところをご利用ください。付き添いの方も、車椅子とかじゃなくても一人無料なの。大丈夫ですよ、そのまま見せていただければ。お二人は、おー、すげえ、ありがとうございます。すげえ、あ、撮らないと。いや、ちょ、何してんの。何がやねん。何してんの。違うかな、その顔映ったらあれ。てか、そっから行ったらいいの。もう、見せるだけでにやろ。あ、そうか、そうそうそう。入園料金の料金は、高校生のと、あ、はい、そうです。はい。すみません。うわー、すげえ。はい。いや、なんか悪いから俺払ってくるわ。あ、いえいえいえ。ご好意でやってくれたはんだから。入場しました。入場です。はい。無事入場です。じゃあ帰りますか。さあ、これ欲しくない？パンフレットみたいな。あ、せやな。ちょっと構造がわからんやん。どこに何がいるかわからんもんな。ジャングルみたいな。あ、でも早速鳥のコーナーあるで。俺鳥見たことないわ。嘘つけや。無理ある。鳥初めてやわ。盛り上げ方無理あるわ。あ、もうおんねや。はい。本日一発目。ルリカケス。ルリカケスですね。女子ですね。なんで？これカラスの仲間や。え、綺麗。スズメってカラスの仲間なの？九州から来はったんや。あ、俺のカラスのやつもうちょい食いついてほしいかも。いい、すげえ。すごいね、綺麗やね。じゃ、行きましょうか。見ろ見ろ見ろ。実物や、綺麗や。どこにおんのやろ？ルリ。いなかったね。いない檻もあるみたいですね。ないですよ。はい、うわ、すげえ。え、これなんで天井こんな空なの。天井がないの。ここ帰ってくるってこと。え、めっちゃ賢くない。え、そんな、なんかすごいダークな話やんか。生まれてからずっとそうしなさいって言われてたような鳥とかじゃん。何その鳥。とかったけど、お前調教されてるみたいな。鳥鳥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 鳥。これ、ライチョウっていうのは。あ、え、これって寒いところにいるやつちゃうん。あ、そうなんや。ほら、日本アルプスの高山にのみ。あ、ほんまや。え、じゃあこん中めっちゃ寒いってこと。めっちゃ寒いんちゃう。ほな、行こうか。行こうか。はい、鳥高がなかったですね。鳥高みたいに。うまくないですよ。何がおんの。トラとかおる。あ、いるんじゃない。ほんまに。でもやっぱりこの映画みたいにさ、映画ってやっぱり序盤あらすじあって、はい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 、中盤に主要な登場人物が出てくるやん。はいはいはい、だからもう最初はもう鳥とか、うん、ネズミとか、うん、そういうちっちゃいやつやん。その見てるから鳥も別にこのチャンネル。鳥見てんやん。そんなん何やねん、鳥見てるって。あ、お、パンダ、パンダや。かわいい。かわいいね。本物を見れるということでね。本物を見てるよ、うん、今日ね。あ、パンダや。
あ、違う案内所の方です。案内所の方か。案内所の方じゃないです。これってさ、子供のため？絶対そうやろ。違う、これあの、この色の水道って幼稚園にしかなくない？確かに子供のためじゃない？じゃあ左手も洗って。ママママうっかりしてたわ。右手、ちゃんと左手も洗ってね。ママうっかりしてたわ。あるかするかするか、あるか。どうした？そうや、ほんまや。え、帰ってったやん。え、もうおらへんで。そうほら、中入ってったわ。最悪やん。うわ、重機や。あ、そこはええよ。重機は別にええよ。重機やん、動かんの。動かん、重機やもん。なるほどね、これあれだ。トイレ？ん？課外活動や、子供たち。あ、いっぱいおんの。うん、なるほどね。外録インタビューみたいなのしていく？あ、ええよええよ。そのあなたの人生どんな。じゃああれヤバいの確定してる人出るやつ。全員ヤバいみたいな。え、ほんまにでもゾウって凶暴なんやなってこれでわかるよな。すっごい厳重やん。確かに厳重か。ジュラシックパークみたいやんだって。まあ確かに、うん、すごいゾウでした。よっしゃ。何？おー、すげえ、なんか開いていってる。なんか開いていってるやん。もう一個奥に居張るわ。あ、このガラスの向こうに檻みたいなあって。あ、そこに居張る。その奥に居張るわ。何も見えへんわ。ほな行こうか。ゾウでした。ゾウでした。はい、ゾウの中身でした。こんなんやねんな。すごいな。辿っていく？ご飯、ご飯。俺これご飯やとして、みんなゾウに食べられたら。食べられるわけよ。ああ。で、こうピューって曲がって、ここに入るわけよ。はい。牙に。うん。で、ここから、もぐ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 。はいはいはい。で、ここで、はい、ピューっとこの、はいはいはい、喉ですわ。なるほどね。食道に行って。うん、一緒やね。うわーって行って。はいはい。ほんで、肩甲骨や。この肩甲。肩甲骨や、ここ。ほう。肩甲骨で、おー。肩や、一回。ほう。肩で、もぐもぐもぐや。ほんで、まだこうやって骨をたどって、おー。うんちだ。未来の生き物や。核物質とかでめちゃくちゃになってしまった生き物やんけ、そんな。ここ意味ない。ここ何？ここ意味ない。ここフリースペースや。フリースペース。ここ使いたい人使っていいところや。コロナが予約いるで、フリースペース。そうね、うん、すごい生き物でしたね、ゾウは。ゾウでした。ゾウでした。クエスチョンとかあるで。うわ、ほんまや。はい、なんで4からやん。絶対1からやろ、その人がおったら。はい、9、4。一日にどれぐらい食べるの？まあ俺は割と朝抜いてる。お前ちゃう、お前ちゃう。こいつやこいつ。ゾウやから。絶対ゾウやから。あ、そうですか。赤ちゃんの大きさは？で、答えさせろよ。どんな糞をするの？はい。じゃあ答えてください。問題ね。どれを？一個一個答えたいわ。あ、じゃあ一日にどれぐらい食べるの？これどれぐらいでしょうかね。100キロぐらいじゃん。え、草100キロ。ああ、ありえるんちゃう。ええ、200から300やって。でかい。え、すごい。ああ、おこれちょうどいい。いい線いってるやん。いい線いってるやな。9、3。赤ちゃんの大きさ。なんかあれ、うん、赤ちゃんの大きさ。ああ、答える前に答える前に行くやん。100って言おうとしてたし。100キロやって。へえ。じゃあ家族で暮らすの？かわいそうな子供の質問やん。その離婚問題とかの。離婚したんか。こいつ親に向けて言ってんちゃう。暮らすって書いてないかな。群れを作るのはメスと子供たち。へえ、そうなん。なんで？まあオスはやっぱり仕事や。昭和時代の。なるほど、サラリーマンや。男なんか仕事しとけ。はい、なるほどね。じゃあ行こうか。9-1はや。おい、4-3-2って来てんねん。9-1、戦争ってなんで起こんの？言うか、そう。アフリカゾウとどう違うの？何が？
アジアゾウ、アジアゾウとアフリカゾウはどう違う、種類です。明日文字数です。明日うわこれもすごいわ。うわメナム、何メナム、メナム、メナムは何、メナムって何、ゾウの種類、ゾウ、メナム、メナム、あでもそうじゃん、ほらだってアフリカゾウの歯、アジアゾウの歯、メナムやから。メナムって何、メナムって何でもこれアフリカゾウは、うん、ゾウや、はいはい、ゾウの歯やねん。なるほどな、これぐらいギザギザした、うん、なるほど、アジアゾウの歯、はいはいはい、ギザギザした、はいはい、メナム、メナム何、なんでわからんねん、メナム何、すごいわかりそうやったやん推察してそうやったやん、メナム何、多分ゾウやろ、メナムゾウや、メナムゾウだ、あ、見てアジアゾウって書けほなほなアジアゾウって書けなんやねん、うわ、来た、お猿、猿山や、あいつボスやん、一番上のやつ、へぇ、いやいや猿や、なんかおい誰がやねん、おいなんか新宿もこんな感じやけどな新宿やな、そんな変わらんな、朝4時ぐらい、朝4時ぐらい、新宿のこんな感じやけどな、あの上にいるのがやっぱボスなんじゃない、あれやっぱ絶対的エリアな感じするやん、ほらもう完全にこっちに気づいてるわなあなんだお前ら、うん、よく来たな、よく来たな人間、お前囚われてる側やろそう、お前が築き上げたところちゃうやろ猿でした、猿でしたこれ何並んでんのあれ、何やろあれ、何並んでんのやろあれ、何並んでんのか絶対に見に行けおいなんでスルーしようとしてんの自分、ええやん、はい、これ俺並ぶん嫌いやねん、いやていうかだから見るだけでええかな、そうこれちゃうレストランか、レストランや、子供向けやから、ファミリー層やから、レストラン混むねんこの時間で、子供って食べんの遅いから、そうなんでかっていうか腹減ったなちょっと、いやでも飯はちょっと今無理やわこれ、無理やね、うん、最後にしよう、ちょっと案内マップ見ようや、ええよ、その全体像を把握するためにあんねんこれそんな部分だけ見てお前あっち行ったら、あ、一回あっち行こう、オッケー、ほんでまた戻ってきてあっちやつ、はいはい、了解了解、ええー、なー動物園、喫煙じゃないかな、あ、言うとあかんねんそんなファンタジーやねんやば、くっそい匂いする、うわーいいねー、これもあの、この動物園の肉なんかな、あ、怖いわ絶対言うな唐揚げ、怖いこと言うな、どうなんでしょう、そんなわけないやろ、まだ分からへんな、ずっと生きてんねん、動物園の横にすごいのある、怖い、怖い、え、怖い、怖い、怖い、ね、動物園がね、すごいのどかでね、いいやん、綺麗やんか、みんな子供を置いて楽しそうな感じ、え、怖い、怖い、ここそんなに怖ないし、あ、ね、ちゃんと洗ってね、消毒はね、うん、綺麗にね、うん、していかないと、はい、ちゃんと左手も洗ってね、ママママもったいないで、あ、すいません、うん、ちゃんと洗って、はい、オッケー、これでね、綺麗になったわ、ちゃんと拭いてね、うん、両方拭けや、ママママ違う近づくな、ママ、子供身長でかすぎるやろいいですね、あ、みやちゃんハンカチ、あ、持ってきたらよかったんけど、俺、あ、ないんかい、言うな、じゃあこれ、あ、でもこの道も綺麗やな、うわーし、緑々しいね、これ、この映像、緑々しい、この映像綺麗やで、あ、本当だな、めっちゃ綺麗、これ、うん、見やな、あ、汚いみたいな比較してるよその感じの流れ上野東照宮、うん、宗教、あ怖いいや上の東照宮、これは何、神社かな、神社とあれか、てか宗教、てか宗教ではないか、別に全然ない、全然宗教ではないな、どうした、見て、どうした、登ったあかんわ、登らへんよ、登りたい思わへんやろ、ほんまやな、これちょっと登りたいな、登りたないわ返せや俺の子供心、何
なんか北極熊とかいるらしいですよ。ほんまですか？このエリア。それは北極熊なんですか？ほんまに。北極熊じゃないですか？ここで住んでる時点で。ああ、なるほど。テセウスの船的な。それは北極熊じゃないんじゃないかな。全部そうやから。そんな。それは関東熊なんじゃない？上野熊でやる。ちょっと広くすんな。そんな。それは東日本熊じゃない？上野熊で。すごいいい天気です。ここからの景色もすごい綺麗なんじゃない？ちょっと見てみようや。ちょっとミヤちゃん邪魔で景色見えへんわ。お前が動けや。綺麗。見て鳥たちを。今のめっちゃ綺麗やったわ。もう一回やって。こうミヤちゃんの背中で隠れてて、ちょっとミヤちゃんどいてや。どいてや。一瞬で綺麗。そうなんや。うん。後で見てみ。見る。これちょっと感動するで。東京ってすごいな。東京っていいよな。東京はいいよな。うまいな。みやちゃんこれうまいねんな。すいません、お借りしております。上野はいいよね。上野はいいよな。うまいな。